おじさん。ちょっといいか。兄貴。ミキョは。ミキョ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 。おじき、すみません。あ、朝顔が。いいんだ、いいんだ、そんなことは気にするな。おじき、なんだ。親父を頼みます。分かってる。中原は絶対に俺が連れ戻す。よか。ミキオ、ミキオ、おい、ミキオ。クソ。嘘でしょ、ミキオ兄ちゃん。ミキオ。もしもし。え、本当ですか。え、はい、そうですか、わかりました、よろしくお願いします。それじゃ。ミキオ、一命は取り留めたようです。そうか。よかった。それじゃ、俺はそろそろ行く。親父のところですか。ああ、確か琉球街の外れの闘牛場だったな。はい、1年前から玉城組がアジト代わりに使ってる場所です。分かった。兄貴、俺もお供します。ダメだ。え、お前も足を打たれてるんだ、すぐに病院に行け。兄貴、でも俺。ダメだと言っているだろう。今ついてきても犬死にするだけだ。兄貴、カムロ町の時とは訳が違う。今回は連れてはいけない。でも俺は竜道一家の若頭です。子分やられて親拉致られておとなしくしてるわけにはいかないんだ。俺だって一人前の男になりたいんだ。気持ちはわかる、だが今じゃないはずだ。え、死ぬと分かってて戦うのが一人前の男ってわけじゃない。男なら命を張る場面はきっと来る。お前にその時が来たら思い切りやればいい。今は俺を信じろ。やっと会えたな。中原はどこだ。
そう焦るな。こっちは一年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いたときは嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰は、峰はどこだ？とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと。それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円。ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様。ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。うわっ。中原。キリア。いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決。こりゃ見物だぜ。玉城、お前。ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら、中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせない。誰だ。すんません、兄貴。怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。リキア。さ、先。兄貴に来やがった、この死に損ねが。タマスロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと。お前みたいな奴は兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえと流動一家はこれで終わりだ。おやじ。中原。お嬢。お父さん、危ない。うわぁ。おやじ。中原。なんだと。たまじろ、久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チッ。キリュウ。キリュウ、俺は平気だ。
そっちはお前に任せた。わかった。力也。はい。警察が来るまで、あと何分だ。7、8分です。よし。じゃあそれまでに、こいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ。遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。取れ、取れ、行くんだ、行くんだ。
これくらいでへたばっちまうなんてお互い年だな一緒にするな酒お前喋れるように失敗かけてごめんな。リキア敵に背中見せんのは素人のやることだ。これでお前も終わりだ。一足遅かったか。リキア、撃たれちゃったみたいです。兄貴、自分どこを撃たれたんですか。大丈夫、大丈夫だ。こんな傷すぐに良くなる。おい、しっかりしろ、しっかりしろ。兄貴、これって俺命死にってやつなんすかね。俺は兄貴を守ったんすよね。なら俺はそれでいいや。リキア、お前、俺楽しかったっす。兄貴に会えて。おい、リキア、何言ってんだ。これで俺も一人前の
男かな。リキア。兄貴はかっこいい。さ、最高に。リキア。絶対に。あの、ミネ。ミネか。ミネになんだ。ま、負けない。わかった。わかったから死ぬな。死ぬな、リア。すみません。リキア。おい、リキア。おい、お前何勝手に死んでんだ。おい、俺は許さねえぞ。おい、リキア。一応しろ、リキア。